死ぬのが怖くなると思っていた。涙も流れない。探し物は多分ここよ。ここから先はあなたがやってみて。これを渡すわ。このカメラは見えないものを映し出す遮影機。なくしたものを探す手がかりを見つけられる。これがあなたの初めての仕事。あなたならできる。少し練習しておきましょう。扱いは普通のカメラと同じ。構えて何か撮影してみて。どうしたの？普通のカメラと同じよ。ファインダーを覗いてシャッターを押すだけ。どうしたの？普通のカメラと同じよ。ファインダーを覗いてシャッターを押すだけ。遮影機が映し出すものは隔離よ。つまり隠された世界。死後の世界に近いもの。見えてしまったものにあまり深く関わらないこと。気をつけないと隔離世に引き込まれてこの辺りに変わる。これを持って。これが今回の様子が。あなたが探すものの手がかり。焦らないで慎重に行きましょう。さあ。中に入って。その写真は弔い写真。死者を弔うために撮られた写真。調べてほしい。
ヨスナが見せる過去の影。残影。残影は目的のものへの手がかりになる。影を追いましょう。この部屋かしら。鍵が必要ね。遮影機を使ってみましょう。ユーリ、一人で探してみて。私はここで待っているわ。この部屋にあるよね。探してみましょう。待って、そこに何かあるわ。これが依頼のもののようね。夜になる前に帰りましょう。ここはあんまりいい場所じゃない。ユーリ。
今回のような物探しは簡単だけど、人探しは難しいわ。影見はその名の通り対象の影を見てしまう。神隠しにあった人の意見は追わない方がいい。ごめんなさい。やっぱり私一人でやるべきだった。